や。ありがとうございます。もうやけつになってる、もう目の前の女性がべっぴんさんなら大きな口を開けてるんですよ。 OK です。ちょっと時間が、竹宮の炎が8時からなんですけど、少し時間がありますもんですから、皆様のよいしょの掛け声とですね、あと、練習をしたいと思いますが、その前に長崎県外から来てる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、一番遠くから来ていただいたお客さんに、私が餅と手ぬぐいが5セットぐらい、いいですか、これ定価で言えば1000円ぐらいです。身分証明書を持って挙手をお願いします。身分証、一番遠くから我こそはという方いらっしゃいますか。どうぞ挙手をお願いします。ドイツから来とる人はドイツ右におらす。ドイツの方いらっしゃいますか。おります。あ、ドイツドイツドイツ、ああ拍手お願いします。今からちょっと届きますんで、挙手をだ、ドイツの人、ドイツの人にもう一度手ぬぐいと、もうバカっけ、もう見るからにドイツだ、もう見るからに出て右、はい、今国外で来ましたけど、国内我こそはという方いらっしゃいます。ウクライナ東京、ウクライナはどこですか。東京、ありがとうございました。どこですか。東京、ベトナム。ベトナムとドイツやったらドイツけど、まあいいでしょう。ベトナム OK、 OK、 ベトナムです。投げていいですか。思いっきりなる、なんかいいですか。行ってくださいね、ベトナムの人に。お持ちはよ、え、アルゼンチン、ちょ、あ、アルゼンチン、アルゼンチン、オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、どうしようかアルゼンチン、どうですか、アルゼンチン、日本生まれのアルゼンチンじゃないですよね。吉田さん、手ぬぐい、それ持ちでしょ、はいはい、手ぬぐい、あ、来た、来た来た、いいですか、自家製相当のもん、もう我こそはっていう人、できれば国内で行ってもらいたいんですけどね、国内国内はいらっしゃらないみたいですね。え、拍手が起こりました。国内いらっしゃいません、いらっしゃらないみたいですね。今日朝から、え、どうですか、どこですか、どこですか、埼玉、はいはい、横浜、横浜、僕もおったんですよ、大学卒業してですね、幸福っていうところにちょっとあげます、どうやってあげましょうかね。東京、え、東京、東京、もうここで打ち止めしてもらうといいですか、横浜、東京で打ち止めします。こう終わってから僕のとこ取り来てください。もっと来ます、ご協力ありがとうございました。さあ、もう出すもん出したんでですね、今度から竹芸芸の奉納に与えてもらう方の時間が参りました。中尾、中尾保存の会の先生たちがいらっしゃっていただいてます。まずですね、若宮神社が何年前にできたか、あるいは竹芸がいつから始まったかっていうのを解説させていただきます。若宮神社はですね、歴史は古く、延保元年1673年から
350年前に建てられた神社でございます。その神社で竹芸がいつから始まったかといいますと、220年ぐらい前、江戸から長崎奉行の役人として赴任してきた原利美という方が、狐の竹竿に登れるのを見てという歌を詠んでいます。命をも惜しめる様の見えるから、親の授けし身とは知らず、命をも惜しめる様の見えるから、親の授けし身とは知らず、このように帰した読んだ句がですね、200年以上前にあってという伝統でございます。竹芸の由来はですね、若宮稲荷神社に伝わる一説によりますと、お稲荷様のお使いとされる白虎が祭り囃子に浮かれ、竹やぶで遊び戯れる様をかどったもので、五穀豊穣、商売繁盛を祈る舞踊踊りであると伝えられています。こうした長い竹芸の歴史でございますが、一度戦争の時中断しています。地域の子どもたちを中心とした、またぜひ竹芸を見たいという声に押され、地元青年団松永正則さんをはじめとする方たちが昭和26年1951年戦後第1回の竹芸を復活させました。その後後継者が県外へと流出する、何度も危険があったんですけれども、後藤太一郎さんの献身的なご尽力により今の竹芸保存会が形成されています。また 後藤太一郎さんや松尾光弘前宮司様、さらに竹芸、若宮稲荷神社総代の地域に伝わる祖母で貴重な伝統芸能を末永く継承したいという強いご意志にご苦労に導かれた満島照之前会長が今の、保存会を形成したと言っても過言ではないです。直立した竹の上で狐が芸を演じるという郷土芸能はとても珍しく、大変貴重な芸能であると。また竹芸は長崎市の無形文化財に指定されております。2002年にはなるんですが、2月に東京 NHK ホールで全国芸能祭に出演もさせております。竹芸は数々のですね、受賞をしております。これは保存会のメンバー、その家族、惜しみない協力と強い団結によって表彰をいただいたということでございます。竹芸の説明分かりましたでしょうか。ありがとうございます。持ってこい。ありがとうございます。最初に言っときますけどね、竹芸は持ってこいないですから、もう本当にもう精神性全部使ってやりますので、ぜひ持ってこいの掛け声はかけないようにお願いします。で、この時間を使ってですね、ちょっとカメラ、携帯のチェックをさせてもらいたいんですよ。何分ですね、今から竹に登る若者はですね、28から35、家庭を持った若者でございます。皆様がたかれるフラッシュによってですね、小さな狐の目からですね、もしフラッシュが入った場合はですね、すごい竹の上から落ちるという危険性がありますので、ちょっと今は大丈夫です。今写真を撮ってください。いいですか。ニュージーランドの人、ドイツの人、そして、ベトナムの人、大丈夫ですか。わかりますか。いいですか。もしですね、フラッシュが1回でもたかれたら公演は中止させていただきますので、これも最初に言っときますんで、フラッシュが今たいてる人たちはフラッシュをオフにしてください。で、私いつも思うんですけど、こうフラッシュたいて写真撮ってみてもですね、大したことはないです。本当に大したことはないです。それよりも写真撮り暇があったら会話の芸を見てください。はい、いいですか。今の時間帯写真フラッシュ焚いてもらっていいですけども、フラッシュが焚かれた瞬間に演技を中止しますんで、それをご了承の上で演技をさせますんで、よろしいでしょうか。
もし近くでですね、フラッシュさせるような人がおりましたら、あの緑のハッピーの人に言うてください。はい、大きな声は演技中で出してください。会場を願います。いいですか、カメラチェックしてもらいました。あと5分前になりましたんで、取り急ぎ、もうカメラはいいですね、大丈夫ですね、はい、ご協力をお願いします。で、目の前にですね、皆様の目の前に3本の竹がございます。1本が小竹ですね、小狐さんが乗る竹でございます。そして2本目、上り竹、振り竹と申します。だいたい目の高さで10メーターから15メーター、1週間前7日おくんちの日に切り出しております。でこの竹は1週間しか持たないんで、明日まで、明日以上過ぎると折れます。そういう竹を使ってですね、彼らはですね、5日間練習をしております。本当短い間なんですけれども、自主トレを重ねてですね、やってますんで、本当に真剣に見てやってください。またそのキツネさんとですね、もう一人大切な今舞台の前に座ってる、よいしょの掛け声の練習をちょっとお願いしていいですか。頑張ったね。よいしょ。皆様ご一緒に手拍子と、よいしょ。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 ありがとうございました。今演奏していただいたのは中尾獅子保留唐子踊り保存会の皆さんです。どうぞ大きな拍手をお願いします。この竹見ではですね、もちろんあの狐さん、小狐さん、そして私たち保存竹見保存の会、そして今ご紹介した中尾、唐子踊り保存会の皆さん、それとあとお客さんの拍手とよいしょの掛け声で、この3つのハーモニーでうまくいきますので、どうぞお力添えをお願いします。じゃあ紹介を送りました。前に座っている女性、東の一番右に座られている女性は長年にわたって
三味線部門を唯一継承されている保存会の高橋真央さん、どうぞ。そしてその隣は娘さんで後継者の高橋姫香さん。このメンバーでお送りしますので、はい、それではこれより若宮稲荷神社350回目の大祭におきます戦後に復活して72回目秋の夜の竹芸を大坪礼儀のお祓いによります奉納をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずは中内獅子堀田中踊り保存会によります打ち込みで竹芸奉納のマークを挙げていたします。
どうぞご一緒の掛け声精一杯出してください。よっしゃ。
Thank you.
よっしゃ
よいしょ、よいしょ、よいしょ、
これよりお囃子が優雅な調べと変わります。このようにお狐一人芸の始まりです。絶対にフラッシュはたかないでくださいね。Oh.
にね、奉納していただきます。山中裕人君、山中達人君、若杉慶次郎君、右爪、山中健志郎君、右爪、山中翔君でした。そして、ありがとうございます。この5人にもう一度大きな拍手をお願いします。忘れてはいけないのが中尾獅子ホーム唐津踊り保存会を立てます。そして高橋さんの大きな拍手をお願いします。そしてもう一つ滝木保存会のみんなにお願いします。最後に僕からお客さん皆さんに拍手を送ります。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に今日気持ちいいです。多分脱げないと思います。帰りはですね、気をつけてお帰りください。本当に皆さん本当に温かいご声援ご協力深く感謝を申し上げます。またですね、明日もございます。明日は12時、3時、8時3回訪問させていただきます。どうぞ皆様、帰りは気をつけて。